これはお前が女王になる日に渡そうと思っていたのだが、今がその時のようじゃ。受け取ってくれ。え？プレゼント？それは黄金のティアラ。今は亡きそなたの母のものじゃ。母親の？お前の黒髪にきっとよく似合うじゃろう。ティアラもらった。お母様のティアラ、大切にいたします。確かリボンも母親のリボンつけてるよね今。ではマルティナよ、行っておいで。すべてが終わり、世界に平和が訪れたなら共に暮らそう、はい、このデルカダール王国で。高く売れる？バカ野郎お前。はい。あ、行ってまいります。かわいい。お父様、この服いいなマジで。バニーじゃなくてよかったかもしれない、あえて。お、眠り混乱封印即死、これ効果だな。いや、これはそういうもしもの時にいいのかもしんない。やっぱ耐性だな。これを打ち直してみるか。さあ、王の御前で梶裕太参ります。あー、金玉みたいな形になっちゃってんな。でもここで2倍打ちと3倍打ち、3倍打ち、2倍打ちと3倍打ちでなんとかするか。で最後3倍打ちを全つくそ届かぬか。全部ライン乗らないとダメだもんね。いやでも今のでダメだと結構苦しいぞ。でこっからもう乱れ続けるか。無理だこれ。ちょっと出直してこよう。うわあすげえ。で2倍打ちだとこれ終わるかな。あれ、これ2倍打ち終わるか。何をごめん、今俺にやったと思って。本当にごめん、本当にごめん。あの本当に今のは本当にもう土下座するわ。本当にすいませんでした。俺が悪いっす。本当ブロックも全部解除します。本当すいません。本当に俺が悪いっす。本当に申し訳ないっす。本当に申し訳ないっす。でも見えないか。広げるか。今のはちょっと本当に自分が許せない。ちょっと土下座かもしれない。俺がでかくなってどうする。本当申し訳ないっす。本当にすいませんでした。すいませんでした。本当に。5、6、7、8、9。マジで集中しろ本当に。世界かかってんだからさ。世界救うんだろ。いや60個無駄にした。終わってる本当に。